お疲れちゃんですらです。今日ですねこちらテスラクロスやろう、はい、やっていきます。というわけでね、今期は、ナイトアーチャーが強化されて、過去一のねクロスボウ環境と言っても過言ではないぐらいね、強い、と言われてます。はい、なので使用率もだいぶ高くて、環境だとね1番にエルジャイがいて、2位3位あたりにねクロスがね来るぐらい、そこそこにやっぱ使われてはいます。はい、すごい外役デッキでね有名だとも思うんですけど、強いのはね強いんですけど、やっぱ難易度がねむずい方とは言われてんのかな、どうなんだろうね。みんな食わず嫌いな感じでね、使ってない、なんか使うの難しそうなイメージみたいなを持たれてる気がします。さあ来ました、すぐエレジャイ出してから、ここはテスラで守れるんでちょっと攻めたんですけど、これはこれで嫌ですね。ちょっと早めに溶かしにかかりたい。さあナイトアッチャー早めにやってテスラも置いてね、これが強いですよね、このエレジャイはね。エレジャイの後ろの特攻隊長ゴルナイ君がね、厄介なんですけど、このダメージ結構でかいな。正直こっからね、ウッドで、ウッドのダメージ減っちゃったのか。でも77あるんで、10回で770?30 回ドファイも何回か。このウッド削りで勝てるっていうのが、このね、おー、クロスの強み。さあ、回転は早い。テスラ延命してあげないとね、ちょっと危ないんでね。さあ、エレジャイの弱点は施設なので、テスラで守って、もしテスラがなかった時にエレジャイとか来たら、それこそクロスとかもね、釣れるんで、エレジャイ。クロス、テスラ、守ってしとくと、大丈夫なんじゃねと、そう思いたい。これさ、縦って良くない？エレジャイをさ、裂いて、そんな回るサイクルなのかな？溶かして、いやー、このね、ちょびっと入るのもでかいのよ。これね、クロスの強いとこ、ロケとかなんか打たれてもちょびっと入んのよね。さあ、問題はこれっすよね。こっからがめんどくさい。あ、マジやばい、これで負ける。さあ、でも俺は逃げ切りたい。この辺にフェニックス。逃げ切るプランで行こうかなと思って、高めにね出さないと被害に遭うんで。さあ、2周目がねこれ来るかもっすね。耐えたい。さあ、ちょっと隅っこに寄せて、マジゴルナイのこのダッシュだけ。アーチャー高めガチ徹底しないとやばいっすね。さっきみたいな位置に出してると行かれちゃうんで。さあ、テスラ置いてあげて、ワイボム打ってあげる。で、ナイトアーチャーで意外とでもエリジャーを溶かしたいので、ナイトアーチャーちょっとね、もう多めに早めに高めに。ファイブも使って、耐えればいいんでね。耐えるのは得意。回転早いしね。はい、溶かす。で、低めアーチャーだけ、そうっすね。ダメです。
組み合わせだけマジでダメです。でもこっち目にね。さあでアーチャーでできるだけ溶かす。よしよし、さあ溶かしてしまえばあとはモファイブを打ってね。はい、テスラ最強。いやマジでテスラゲーか。ファイブで逃げるはい、これがクロス。マジで嫌だ使っててもなんかいい気分しねえわ。さあ引きこもってね。もうクロスを突破できないような相手、例えばまあウォールブレーカーでファイブとかポイズンがない相手とかだと、マジ本当防衛クロス置いてテスラも立ててアーチャースーパーして、あともうねファイブとウッドで削りまくって勝つとか、正直ね相手によっては1回も攻めクロスせずに勝つとかもねよくある話なんですね。クロスはそう、それがねもう相手にしてて嫌すぎて嫌すぎて本当に。さあアイスピ削りもやっていく。アイスピアチャウッドで削っていきたい。この序盤のねとりあえずクロスも強いけどな。ちょっとリガ使ったし、にゃっ、ちょろっと。さあバルキリーのボムなんでマジアチャ型かっぽいっすね。スケでウォールブレーカーなんで、マジアチャウォールブレーカーもこれトルネウッドしかないと思うんですよ。そうだからマジクロス最強ゲーみたいなとこあるっす本当に。まあセミクロス立てときゃええみたいな、正直これもう無視して、はい、あこれちょっと守りたかった。いやでもこれだけでもうきついんですよ相手。ダメージ入ってく。いやでもマジアチャなんか射抜かしちもうたな。マジでこれ立てるだけきついっすね。そう、まあボムディガートルネで今みたいにね頑張って守ってきますね。守られるとちょっと嫌ですけどね。テスラ先置きまで見えるな正直。さあまあここはいいでしょう。さあこれはで、お、やべ、お、これタケチェンジね、チェンジっていうのかリセットタケチェンジってなんやねん。さあこれはだいぶでかい。いやもう一周ねちょっと行ってもよかったけどな、一回落ち着いちゃう。さあ相手はもうマジアチャをねしたいので、ボムか一回保険に置いて、ファイブ打って、いやマジアチャ強い。さあ耐えてくる、耐えますね。今の痛えな、壊されんの。拾いたい。いやー、トルネ削りこれやばい。トルネ使ったな。
いや回転早いマジ。いやでも入る、ちょろっと入ってます。うわおしゃれな角度。でも苦しそう。さあタイブレイクになりそうっすねこれも。拾う、拾って、わあ危ねえ、うまっ。これマジで超能力使ってて、僕クロスめっちゃきついんですよね。トルネウッドディガーの耐えがうまかったですが、結局このね呪文のファイブウッド削りが強すぎてなんとか耐えれましたね。さあクロスもね、なんか極めてる人たちはそれこそねロイジャイライトニングとか、まあ、モンクにも余裕で勝っていくんですよね。もうどうやって勝つんって感じですけど、まあ、やっぱタイブレイクっすよね。タワー1本取れないモンクとかロイジャイ相手にはしっかり守って、まあ、小さなダメージ差で最後勝ち切るっていうのがやっぱ上手い人たちあるあるなので、こういったねもう削り、このファイブのダメージですらありがたいみたいなね。はい、すずに300、あーテスラがおーちゃん残ってんのでかい。ザッピロイグか、珍しいね。キョスケロイホグヤナアメみたいな、あ新鋭隊野郎だ。ゴルナイいると結構厄介かな。どうなんだろう、パーティーされそうじゃない。インドラだった、なんだこれ。まあ、とりあえずやばい、バッテリーごめんなさい。まあ、とりあえず耐えたいね。テスラ M してこれ。そうですね、テスラ残しとけばなんとか耐えれるはず。うわーこのファイブ持ってねえな。ウッド打ってアイスピでしたね。さあまさかの新エタロフグでインドラっすね。ザッピーインドなのでホバの枠がインドラか、まあラバとかに新エタロフグちょっとね辛いので多分ラバ嫌いなんでしょうね。削る。ならもうチョキ。端前親衛隊来る。やなめなのすごい嫌だな。これかぶったのちょっと美味しいんじゃないか。あーそれ強い。あータルーマでも強い。勝てえな、だいぶ勝てえ。あの突破するが早そうだな新鋭隊を。からのもう一周。いやでも逆サイロイグとか来ると普通にやったよな。いやちょっといいペースな気がする。いやいい、頑張ってる、だいぶ頑張ってる。これさ耐えてタイブレイクで勝つプランないかな。
でかっ、なんか釣れた。直してね。うわ、やべえ、それ入れたらダメだった。うわ、持ってね、ちょっと待って。マッスルパンチ、あ、マッスルパンチ。うわ、これ勝てそうでしたね。うわー、ガチで持ってないことした。煽り中だったし、痛すぎー。うわー、相棒ワンテンポ打つの遅かったかな。最後悔しいなー。これマジマッスル殴りやがった、あいつ。一発400ぐらい殴ったな、痛すぎ。さあ、ちょっともったいない。矢の雨か、矢の雨ファイボタルね。シェンタル、そう見ると勝てそうだな。よいしょ、ナイトアーチャー強いしね。さあ、もうオコフェニックス、ゴルナイだけやめて、ゴルナイだけやめて、ゴルナイだけやめてほしい。ああ、ゴルナイクリア。え、お前そこ走んのがやばい、結構謎。今の走りやばくない？結構距離あったぞ。もうやない、いつもこれ最近これだ。お前どうか、これ前だよ。かなんか金髪のダッシュがって言ってる気がするもん。うわー、強い大砲。今のマジもったいないの、ナイトつけとくだけでバカ通ってたな。うわダメージがさっきのダメージ引きずってる。セレジャー勝ちたいな、マジ。守ればいいだけだからな。ゴールナイのダッシュだけ気をつけて、アーチャー高めっていうのが大事っすね。本当にもうこの辺でいい。アーチャータルーがギリ届かないマス。まあ、これあの、来られてもクロスで守れるんで、そう、別にいいっていうやつですね。うん、取り生まれるのは良くない。これ強いよな。テスラ突破されても、ね、相手もびっくりしてるっす。あれって。ネチネチ作戦開始で、アイスピーとかスケとかね、ケツから垂れ流すのですらなんか嫌だな。ゴルナイが、さあ問題はダメージをね、追いつかなきゃいけないのよね。そう
いやコルビタワーまで行くのがバカ。さあ一発痛い。わーライト削り、いやでもこの LJ ちょっと美味しいな。ワンちゃん勝てへん。うわライト回るかこれ。あー勝ってないよな。マジこんなんバーだ。ここの多分ね極めるともうなんか残りね20秒あれば5が3発ウッド2発回るぜみたいな、覚えてる人が強いみたいな、そんな感じか。理数系得意なやつクロスいけます。計算ですこのゲーム。さあトリマちまちまいきたいと思います。おーお友達お友持ちあーちゃくん、ちょっと右側削りてんで。あーロイちゃんやのか。トリトン来た。トリトンロイ。さあ文句じゃなければ全然いける気がする。これ打たそうじゃない。普通にロイで受けるしかないな。あーまさかね、文句はあかん、文句はあかん。でもよっ、いやーいいアーチャーセパだね。このほんのちょっとのチマ入れたい。今かすったな。打っとか。うわーモンクロイ、モンクロイは無理やって。えどっちがならまだある。モンクだけロイだけ。モンクロイはなー俺に難易度高すぎるなー。来ちゃうのかな。あれの5っていいのかな。いやこのアーチ入んねえかな。たまたまそんな都合いいこともなく、まあ5削り。暇すぎてガチな暇人か。さあやべえアーチャー跳ね返っちゃうんだよな。まあテスラが跳ね返らないのは強くて。2周目ライトかこれ。ライトかどっちかでもまた話変わるな。うわあ熱くね。いやだ文句いんのか。あここでだから攻めクロスがいらないってことだな。相手が文句いるから。普通だったらロイなくて攻めクロス行った方がいいってなるんだけど、文句いるから攻めクロス行く必要がないやんってなるんだ。おい、いや痛い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 、マジ痛い。なるほどね。あこういう感じだ。なんか勝つ勝てんだかなこれ。すぐ文句言う。転がします。
いや、勝て勝て勝て。え、マジ守っとけばいいやん、これ。気づいたぞ。いや、クロスの最終形態だ、これが。早めに。早すぎ。だいぶ早めに。解けるんじゃ？でも、ファイブなのか。ああ、じゃあもう、守れるっすね。問題は逃げ切れるかどうかだな。文句自陣に入れたらダメっすね。ワッフルやば、勝てんのか。勝てたらガチでやばいよね普通に。ああそれやだな。あーめっちゃうまいそれ。まあうまくてもか。おい、もうやばい、文句で逆転されるマジ。あマジでやめろ、マジでやめろ。あぶねえ、危なすぎる。てかファイブ間に合うんかい。さあモンクロイにね勝ってしまったわ。えぐ、まあでもやっぱクロス多分1も刺してない、うん、刺さんないんでね、呪文で逃げます。というわけで今期ねクロス強いんでね、皆さんもやってみてください。ではお疲れ様でした。またね。